STS-124 で前方に、スペースシャトルがドッキング中のハーモニー。右手は、欧州実験棟、コロンバス。ハーモニーとは、国際宇宙ステーションを構成するモジュールの一つで、ISS に接続された6番目のモジュールである。結合モジュールの二つ目に当たり、ノード2とも呼ばれる。ノード2と、ノード3、トランクイリティは、NASA と欧州宇宙機関の合意の下で、 イタリアのアレーニアヤロスパシオで建造された。餌が建造したが、所有は NASA である。これは、コロンバスやその他の餌の機器をスペースシャトルで打ち上げるための費用を総裁するために建造したためである。最初に接続されたユニティと同じように、円筒型で6カ所の共通結合機構があり、 他のモジュールを接続できる。また、余圧内部に8つの国際標準実験ラックサイズのラックを設置することができ、希望とコロンバスへ電力供給を行うための電力系ラックと個室4台が設置されている。米国で製造されたユニティに比べると、ハーモニーとトランクイルティは約1.5倍長く作られている。ハーモニーは、 2007年10月に STS-120 で打ち上げられた。余圧結合アダプタの PMA-2 が先端に取り付けられており、スペースシャトルとのドッキングに利用された。また、希望の船内保管室が2008年3月から6月まで上部に仮設置されていたほか、宇宙ステーション補給機2号機も2011年2月から3月まで上部に仮置きされた。以下はすべて、 ハーモニーの下部結合機構を利用する予定。大型の遠心加速器によって人工重力を発生させ生物研究を行う米国の実験棟でハーモニーの店長側に設置する予定で日本で建造を進めていたが ISS の費用超過とスペースシャトルの飛行スケジュールの問題によりキャンセルされた。ありがとうございます。